コンソートとは16世紀から17世紀にかけてイングランドやドイツなどで行われていた気学アンサンブルのことで合奏の意味である。当時は数種の楽器を組み合わせたアンサンブルを指していたが現在では様々な楽器の組み合わせからなるコンソートはブロークンコンソートと呼びバイオルコンソートなどのように同族もしくは同種の楽器のみからなるアンサンブルは ホールコンソートと呼ぶことが多い。エリザベス町の代表的なコンソート音楽の作曲家に、ジョン・ダウランド、アンソニー・ホルボーン、ウィリアム・バードラがいる。ジェームズ一世時代の代表的な作曲家は、トマス・ルポ、オーランド・ギ・ボンズ、ジョン・コプラリオ、アルフォンソ・フェル・ダ・ボスコ2世である。17世紀後半になっても、クリストファー・シンプソン、ウィリアム・ローズ、ヘンリー・パーセルラが、 コンソート音楽の伝統を守った。コンソートという語は、強調して、調和してという意味の聖語ンコンソートに生き残っている。ありがとうございます。